あ皆さんこんにちは、えー。今日はこのような機会をいただきましてどうもありがとうございます。私はあのデータ同化の研究を今までしてきておりまして、えー、主にあの天気予報に関するですねデータ同化の研究をし,してまいりました。それでえっとまあ、そういうこともありますので、まずあの天気予報に関するあの最先端の話題を紹介。 させてていただきましてこの MAX ということですので天気予報に限らずですねこの数理がいろんな分野に生かされていく姿というのをですねご紹介できればというふうに思います。それで、まあ、ここにはデータどうかシミュレーションと実測データを融合するデータサイエンスと書いてあります。ですので気象ということは何も書いておりません。 でまずあの簡単に自己紹介か、えーと、今日時間はどれぐらいあるんでしたっけ、はい、1>, 1時間ぐらい。分かりました、はいえー、まずかあの簡単に自己紹介させていただきます。えー、ポインターを、これでいける、えーと。画面が2つありますのであの、これでいきたいと思います。えー 理科学研究所によりますが経歴を簡単に言いますと私大学をこの京都大学の理学部を卒業しましてすぐに気象庁に就職しましたこれ大学というのは学部で大学院には行っておりませんで大学あの学部理学部を卒業してすぐ気象庁に就職しました。で気象庁からあの えーとですね、人事院の長期在学研究員という制度がありましてそれでメリーランド大学の気象学にですね2年間留学する機会をいただきましたそこで2年間で修士号を取ってくるというのが目標、まあ、それがデューティーなんですねでそこで博士号も取得できたということで人生がですね ガガラガラととと変わっっていったといたうことですですので私は本来あの国家公務員として60まで勤め上げるべくあの気象庁の職員になったんですが、えー、まあここで PhD を取りその時にです、ね、このサイエンスっていうのは面白いんだなということを心底感じてしまったがゆえにです、ね、この安定した国家公務員の身分を投げ打つことになってしまったという。 ことですであのもちろんその国費留学をしておりますので、えー、あのちゃんとお国には返さなきゃいけないということで戻ってきてからですねしっかりその成果を生かして天気予報の精度改善のためのです、ね、データ同化の研究を、えー、この数値予報科という予報部数値予報科というところですねで、えー、行ってまいりました。でここであの先ほど言いましたように国家公務を辞めてですね メリアン大学の教員としてメリアン大学に行って4年間過ごしたんですけれどもこちらもですねテニュアトラックのポジションで、まあ、永続的に教員でいるという選択肢はあったんですが、えー、軽コンピューターが日本にできたとでこれを使って何か面白いことができるんじゃないかなということを思いまして。えー 5年前に理科学研究所神戸に行くというまたちょっと決心をしたわけですね。ですのでパーマネントなポジションというのを若い研究者の方々は求める傾向があると思いますが私はその真逆を言ってましてパーマネントなポジションは大学を卒業してすぐにあったんですけれどもこれをまずやめて。 もう1回でまあ、それは研究者のポジションではなかったので、まあ、分かるとしてです、ね、メリアン大学もパーマネントのポジションだったんですがこれも、えーなえーとまあ、不思議なチョイスかもしれないです。まあ、こんなことを長々と言ってもしょうがないので先に進みますが、えー、と今このデータ同化研究チームというのを5年前に発足しましてさまざまな分野のデータ同化の研究をすると、まあ、データ同化というのは何かというのはこれからご紹介します。 で今あの研究スタッフがですね15人ほどおりまして、えー、主に気象学に関するデータどうかの研究をしておりますが、えー、一部あのちょっと気象学の周辺あるいは違う分野にも、えー、取り組み始めておりますのでそういうあのご紹介を今日はできればと思います。でデータどうかというのは何かといってい,いつも示しているのはこの絵です。 ここに書いてありますがデータドッカーが橋であるということですね。で橋というのは両端を結びつけてます。で片方にはシミュレーションというのがあってもう片方には、えー、観測実験データと書いてます。でこの実験データというのは、えー、実際に計測装置をまあ、持って行って観測するとかどうかフィールドに出て行ってこう測定するとかそうやって得られる貴重なデータですね。これがそのサイエンス の原点だと思いますですねまず物事を科学的に計測する観測する見るでそれを解釈してその背後にあるそのルールあるいは法則を見つけていくで現象を理解する、まあ、それがサイエンスのプロセスですね。である程度理解してくるとそれを定式化して方程式にして解いていくということができるようになります。でそううやっってでできるようになったののがこシシミュレーションですね シミュレーションができてくると今度コンピューターの力を生かして人間がが手でででは計計算算ききななないような計算ができるよううるになりますそれで人間では想像のつかないような計算ができるようになるわけですね。とで計測できないようなところをシミュレーションしてみるみたいなことができるようになるわけです。これが右側にあるシミュレーションです。ただシミュレーションってあくまでもその架空の世界です。コンピューターの中で作り出された世界で実測データはそこにはありません。 でですので実際に計測されたデータとこのシミュレーションとを結びつけるこういうコンセプトがデータ同化であるというふうに考えています。コンセプチュアルにはこういうことですね実験データというのはある価値を持った位置だとして別の価値を持ったシミュレーションという位置を足し合わせると2よりも大きくしたいとこういう価値を生み出したいというのがデータ同化のコンセプトですね。 シミュレーションというのは先ほど言いましたように微分方程式を解いていきますからプロセスを定式化しているプロセスドリブンですですので気象の場合ですと気圧があってその高い方から低い方にこう流れようとするとかですね回転しているところにあると、まあ、地球の上ですとコリオリ力が働くので右に曲がるとかですね。 そういうことが計算されるわけですね。これはプロセスを理解して、それをそういう方程式を立てているからそうなるわけです。一方データの方は計測原理を考えて観測をします。ですので計測をします。例えば温度計ですと、まああの暖かくなると膨張するとか、冷たくなると収縮するから。 これで温度がわかるだろうという計測原理、まあ、物理の法則ですね。そこからある数値を読み取って気温という量にするわけですね。で、それにはあの計測のプロセスはありますけれども、このシミュレーションしているプロセスというのはシミュレーションで考慮しているようなプロセスはないと。まあ、その温度計をシミュレーションすることももちろんできますが、今言っているケース、あのシミュレーションというのはそういうものではなくて、温度計を置いたり気圧計を置いて気圧を測るとまあ、そういうことですね。 でこれはあのですのでプロセスドリブンというよりもこのデータのセットから何かを読み解いていくというデータドリブンなアプローチと言えると思います。ですのでこの違うアプローチだからこそ新たな価値が生めると。ですのでこのシミュレーションを使わない今データドリブンのデータサイエンスというのが非常に注目を浴びっていて機械学習とかですね 進んでいますがそこにはそのデータから価値を生み出すというところはあるんですけれどもこのプロセスドリブンのアプローチは、えー、入ってこないことが通常じゃないかと思いますね。ですのでデータどうかがその機械学習と違うところがあるとすればこのプロセスドリブンの部分を新たな情報源ととととしてて入れいいるるうことがあると思いますでデータどうかの問題はカオス同期の問題としても 理解することができます。今あの興味のあるそのデータ同化の問題の対象として興味があるのは、その予測が難しいようなシミュレーションできるシステムです。まあシミュレーションできるシステムと言いますが、えー、通常相転にするのは力学系というもので時間変動していくようなシステムです。まあ気象もそうですね。明日明後日、明しんあと気象は移り変わっていく。で同じようにさまざまなものが時間変動していく。 経済もそうですしいろんなことがそうですでこれに対して部分的に観測ができる、まあ、自然の状態がどんどん移り変わっていくこれをあるモデルで表現していくでモデルは不完全ですしあとカオスですですので原理的に予測不可能になっていくここに対して何らかの情報伝達観測をすることで情報を伝えますでこのモデルが 実際の自然と同じ振る舞いをしてくれればデータどうかうまくいったということになりますね。そうすると観測できていない部分を見たりとかそうやって新しい知識を得ることができるということです。じゃあどういう時にこのシンクロナイズするかでどういう時にシンクロナイズが難しいかというのは簡単に書くとこの2つの要素があります。 1一つはこの引き付け合おうとする力ですけれどもこれは観測システムですね上に書いているこの青いところですこれカップリングストレンクスこれは観測システムつまり計測データがたくさんあって正確で時間的にも密にあれば引き付け合う力は強くなるこれは当たり前じゃ当たり前です一方でこれ離れ,合おうと離れようとする力これはインスタビリティ つまりカオス性の強さという,ふうに思ったらいいですねどれだけ予測不可能かということです。気象を例にしますが、えー、例えば低気圧とか高気圧が動くということを考えると明日たあさってしあさってあるいは1週間後でも予測ができるんですね。ですがわずか30分後のゲリラ豪雨は予測できないんです。 これはマルチスケールなシステムでもあるんですが、あのカオス性が違うからということが聞いてます。ゲリラ豪雨を引き起こすような積乱雲というのは、30分でもうあのできたと思ったら消えてなくなるというようなものですね。で、低気圧とか高気圧は何千キロスケールを持っていて、何日かかけてこう移動していくようなものです。 ですので週週間2週間といっったライイフタイムを持っているでですので全然規模が違っていてですので必要となる観測システムも違うですのでインスタビリティの種類が違うカオス性が違うそれに合わせて必要となる引き合わせようとする観測システムが違うゲリラ豪雨の話は後でしますデータどうはどういうふうに計算するかということですけれどもまずシミュレーションというのがこれシミュレーションありきでスタートしますね シミュレーションは力学系の場合ある初期状態からスタートして、まあ、境界条件とかをもらってきてシミュレーションされた状態というのを吐き出しますねこれアウトプットで出てきますでこの状態と観測とを比べてやるとでマージしてやって新たな良いベストエスティメットを出していくでこれをループにするというのがワークフローですでこれちょっと開けてやりますと こここで,です、ね、この緑のボックスシミュレーションと観測を比べてやるる必要があるこれは実は自明では実ででないですシシミュレーションをして出てくる結果と計測できるもの観測できるものというのは一対一に対応しませんので例えば気象のシミュレーションですとレーダーで雨を見ますがレーダーで見る雨をシミュレーションしているわけではなくてこうしてまあ 大気を格子に分けてですね、格子点の中にある雨粒の量とかをシミュレーションするんですね。で、それからレーダーでそれを見たらどうなるかということは、この緑のボックスなんですね。ですので、力学系の状態と、この観測できる状態とは。対応しない。一般に、なので、ここの対応関係をつければいい。これ実は、あの、奥が深くてですね。自明でない対応関係でもありえます。ですので、一見、その関係性が。 あのはっきりしないよくわからないものでも仮にここにそのある変換この緑の変換をですね対応付けさえできればどんな計測データもこの,この状態要するにモデルの中で表現される状態に全部統合できるということです。ここれは非常にデータ導の強いところです,、ね、ですので天気予報を例にしますが。 人工衛星例えばひまわりで観測される雲の画像あれは何かというとひまわり静止軌道から見ている赤外線のののあるる波長帯の放射の強さを見ているわけですねでその放射の強さは大気の何と対応しているかよくわからないわけですすぐには。でそれを計算するには大気の中の赤外線がですね地面からこう出てきたり雲の中から出てきたりするわけです。 それをそれをその放射の計算というのを複雑な計算ですね。で大気中の微粒子とかあるいはあの原子ですね分子大気を構成する分子ですねそういうのとこうインタラクションをしながら到達するんですね。その計算をして作ってやるわけです。でそのデータと例えばここで観測した温度計のデータですね。それはもうそこの温度を観測しているんです。これを全部一緒に統合して扱えるようになるというのが、えー、データ動画の強いところです。 であの気象学分野あるいは地球惑星科学分野で一番サイテーションが多い論文はおそらくこのデータ同感プロダクトで再解析データというのがありまして過去の何十年の大気の状態をです、ね、このやり方で推定するいろんな人工衛星とか全国各地で打ち上げている風船ですとかさまざまなデータを統合する。 これ自体が非常に価値を持って何万件というそのサイテーションを受けるような論文になっているということですね。で他にそのデータどうかのメリットこのモデルがあの誤差があると観測とモデルの間のミスマッチを、えー、系統的に見積もるということをしますのでこのモデルの系統誤差 あるいは観測が持っているバイアスとかそういうものに対して客観的にアプローチできるというのが一つ強み。でもう一つはそれを解消するようなモデルパラメータ推定要するに最適なモデルパラメータというのをモデルを作る人はです、ね、手でチューニングするんですね。この値でうまくいかないからちょっと減らしてみようとか増やしてみようそういうことをするパラメータが動的にできる。 動的にできると何が嬉しいかというと手でチューニングしていては到底見積もりきれないような数が同時にできるということですので今例えばあの領域全体で一様だと思っているパラメーターをちょっと地点ごとに変えてみるとかですねそういったこともできるようになります。あと逆問題の解法ですこれはあの分かりやすい例まあ逆問題って何かということですがあの計測された結果。 この結果からその原因を探るというアプローチで,す、ね、でえっとこのえっとこの絵の説明をする前にちょっと分かりやすい例を挙げますがあの福島の原発が爆発しましたとでそこから放射性の物質がたくさんこう出てきたでどれぐらい出てきたかがよくわからないけれども出てきた結果として、えー まあ地上である地点でこれぐらい観測されたという計測データがあるとで逆問題というのは要するにその今これだけ計測されていますというその各地の計測データこれが時系列で得られたときに逆にそれがどっから来ましたかということを推定するということですねでこれがあのできるということですですのでデータからそのプロセスを探るということにもなります でこの絵に示してますのはそういう今言った例と似たシミュレーション実験で大気中の二酸化炭素の含有量というのを観測できるとした時に地面からどれだけ二酸化炭素が出てきたかということを逆推定するという問題ですで。これシミュレーションですので答えを知っているという条件ですね。ただデータ同化システムは答えは知らない。ですので、えっと、実験している人は答えは知ってるんですけどデータ同化システムには 大気中の CO 2含有量だけを教えてあげるでどれだけ下から出てきたかは知らないその状態でですねですのでこの左側 A って書いてあるこれは答えですこれ,にこれが推定できれば良いで右側がデータ同化システムがこうだろうって言って推定した結果ですねで一番上から下まで順番に時間が経っていきます一番上が初期状態 初期状態情報がありませんのでデータ同化システムは地面から何も出てきてないと思っているだから真っ白ですですが実際はこうやって出てきているこれが1月1日ですねで1月22日まで大気中に漂う CO2 を観測してデータ同化したそうしたらデータ同化システムは地面からこれだけ出てきているはずであるというふうに推定したこれとこれが非常に似てきていることがわかると思います。 えーまあ、都市域大都市域とかで、えー、たくさん出てるとかそういうことですね。でこれを7月まで続けていくとこうなりますね。要するというのはあの森林が活動しますので北半球の夏は森林が CO2 を吸収します。ですから青い青いというのは吸収してるということですね。でそれがちゃんとこれ吸収してるプロセスとか何も入ってない。 ですのでそんなことは分からないんですけれども大気中に漂う CO2 の量だけからどれだけ森林が吸収しているべきかということが分かるわけです。で逆にもっと続けて12月になると、えー、森林の活動が逆になりますので、えー、赤くなっていると、まあ、そういうふうにうまくいくわけです。でこういうことがデータ動かで解けると。でこういう技術を生、えー、かして今ゲリラ豪雨と言われているような 豪雨の予測に使えないかと言って始めたのが、えー、約5年前4年半前ぐらいにこの研究を始めましたこれがそのゲリラ豪雨予測をしようという研究です今これ実際の観測データレーダーの観測データですレーダーというのは電波を発射して空気中に漂うものからなんか跳ね返ってくるのを観測しますね。ですのでたくさん跳ね返ってくるとこれ赤く書いてる でちょっとだけ跳ね返ってきた青い。で、えー、この波長は雨があると跳ね返ってきますので、雨粒の量に対応していると思うで。これ5時30分、ここにちっちゃいのがあります。ですので、この時にはここに雨粒がちょっとだけあったと。で2分後、4分後、6分後で、もうこう真っ赤になってます。8分後、これもう地面に到達してます。ですので、雨が降り始めた。この状態はまだ降ってないです。で、これ10分後です。10分後になるともう大雨です。 でですので観測でいうとこれが見えたときからわずか10分後でこんなふうに変わるとこれがその今ゲリラ豪雨と呼ばれているものの正体ですねですでなんでこれがゲリラ豪雨かというと今あの気象庁が運用している天気予報システムこれは2キロメッシュで1時間ごとにデータを取り込んでデータを動かしているんですねですので1時間に1回しか予測データが更新されないわけですそれから見たら10分で起こることはまあ予測はできない ほ、えー、他のまあ予測システムあるにはあるんですけれども新たにこう発生することを予測するというのは非常に難しいんですねですので突然やってくるだからゲジラなわけですでこれに立ち向かうのに、えー、何を使うかということですが、まあ、どうやってこれに立ち向かえると思ったかという着想ですね、えー、まずこの軽コンピューターを使うとこういうシミュレーションができるという例ですこれ未だにあの世界で最高解像度の全球シミュレーション 地球全体のシミュレーションですね。で、870メートルメッシュで地球全体をこうメッシュに切ってですね、そこでこの大気の物理の計算をすると、その流体の方程式を解いて中で雲ができたり雨が降ったりするということを解いていくわけです。これシミュレーションですね。ですので当たり前ですが。 世界中どこを拡大しても8 7 0ルまでは見えるというものですこれ非常に素晴らしい、うん、<laughs> はい、えー、と私の、えー、私自身がやった研究ではありませんのであすごい研究を見るとすごいなと思うでまあもともとはこういうものを作った人はすごいなと思うんですけれども、まあ、こういうのがあって初めて会あいうことができるとで今のがそのデータ動画の片方ですね、えー、シミュレーション側ですでもう一つは、えー 観測データこれは観測データなんですけれどもこれ30秒に1回全点スキャンができるんですしかも隙間なくこれも、えー、気象学者にとっては画期的なワーオーなんですけどあのこれ観測するにはこういうヘンテコリンなレーダーが必要でこれ板の形をしてますで普通思い浮かべるレーダーはこの左下にあるようなパラボラアンテナのレーダーだと思います でパラボラアンテナというのは、あのこうディッシュを向いている方向の線しか見えないですね。ディッシュっていうのはその線を見るんですね。だからえっとぐるぐるこう書いてありますけど、こうぐるっと一回転させて見ると、えっと、一層だけ見えるんですね。なのでちょっと角度を上に変えてこうぐるっと回転させるともう一層見えるんですね。これをぐるずっと繰り返すんですね。 で普通は15層ぐらいを見るのに5分かかります。15層を見るのに5分かかります。それでえっと先ほどのこのこれを思い出していただきたいんですが、これはですね隙間がないですね。15層だけ見えるということはこうスライスがこう15個こう見えるんですね。しかもタイミングがずれているんです。下を見たときと上を見たときで5分ぐらいずれているんです。で先ほど言いましたように10分持たすと小っちゃかったやつが大きくなって下に落ちてるんです。 想像するに難しいですが下を見ている時に、えーとですね、ちょっと戻って申し訳ないですがこれをですね下を見ている時この時にレーダーが下を見ていたらこれ全然見えないですねで10分後あ、まあ、5分後に上を見えるんですねでその次はまた下を見ることになるんですねそうタイミングがずれて順番にスライスが見えていくのでこんなものは本当は見えないんです。 で、これがどうして見えるようになったかというと、これは計測技術の、あの、発展に、要するに、このレーダーができたからです。イージス艦は、皆さんご存知だと思います。特に日本で有名になりました。というのは、あの、北朝鮮がミサイルを打ち上げるのを見張りたいからですね。あの、ああいうものが欲しかった。まあ、要するに、このフェイザーレイレーダーというものが。のその問題を解決するんです。要するに、見てる方向で、何かが起こってないと見えないんです。 このパラボラボアンテナは線でしかか見えないからでこれがすごいのは、えー、と今これ1次元にレーダーダの素子をたくさんんってるんですねそうするとその1次元方向が全部見えるだから1000プラスもう1個の次元なので面が見えますで今これ縦にこうスライスが見えるなので一回こう吐くとスライスがバーッと見えていくんですねなので CT スキャンです 線しか見えなかったのが面になるということで100倍、まあ1層一気に見える。なので同じ時間内に100倍のデータを取れますで。イージス艦はさらに二次元に張っているので面じゃなくてボリュームが一気に見えるんですね。ですので、えー、とこう回す必要もなくてこう置いといたらそっちにあるものが隙間なく常に見える。ということは北朝鮮がどこから打ち上げても隙間なく常に常に見えるというこのレーダー技術の 発展ですもともとレーダーの技術は軍事的に使われるものですのでこれをその気象に生かすと、まあ、こういう嬉しいことが気象学者にとって嬉しいことができるとでこの2つを組み合わせるというのがデータどうの人が考えることですね。ですのでレーダーを作るのはレーダーの研究をする人です。でデータどうをする人が考えるのはこのプラスサインです。要するに両端がないと何もできない。 ですが、えっとすごい両端があればすごいデータシミュレーションができるはず、でゲリラ豪雨が予測できるはずという着想ですね。でこれでやってきました。ですので今、えっと、シミュレーションがあって、えっと従来とは桁違いのでかいシミュレーション、ビッグシミュレーションです。で観測データの方もビッグデータですね。でこれを結びつけてやるのはビッグデータどうかだと、えー、ビッグデータどうかであると。 ということで、この軽コンピューターとフェイズアレイレーダー、これ先ほどのフェイズアレイレーダーといいますが、これを組み合わせてですね、ビッグデータどうかというのをやろうと言って作ったのがこういうシステムです。先ほどのレーダー、30秒で1回転します。そうすると60キロ先までスライスがばーっと見えてきます。ですので、前天の雲が隙間なく捉えることができると。30秒経ったらもう1回見える。ですので、30秒以内にこのデータを全部使ってやらないと、 次の30秒の秒デデーータタが来る、えーまあ、ビッグデータですのでこれを処理してやろうとでですので今30秒以内にこれを全部使って予報をしてやろうということで1時間でやるよりもですね1時間やる間に30秒120回繰り返すことになりますから120倍高速というのはそういう意味ですですので今気象庁がやっている予報よりも120倍高速に天気予報するということです。 でこれが神戸で9月2014年の9月11日の朝に起こったゲリラ豪雨ですねで8時の絵をこう見るとこうなっているとで5分10分15分先ほど言ったようなタイムスケールですねそれで雨が急速に発達してこれ大雨ですでもう10秒でもいたらもうずぶぬれになるような大雨ですねこれはで神戸を襲ったとでこれをシミュレーションしてやったわけです ネで,神戸でこれ4枚パネルになりますねで左上が実際にレーダー先ほどのフェイズアレイレーダーで観測された観測データ右上がシミュレーションですで左下が同じシミュレーションですけれどもデータ動かしない場合で右下が解像度を落とした場合ですで観測データは最初にどんどん出てくるんですけど最初はありませんですので一生懸命データうかして作ろうとするとこれはデータうかを してないので、まあ、従来の気象庁の天気予報と一緒だと思ったらいいですね。え、何もできないです。でここまで来ると、えー、実際に観測されたような雨がシミュレーションの中に作り出せます。でこのシミュレーションのメリットは、えー、見えてないものが見えるということですね。ですので見えてるのは今これ、えー、レーダーで見えるその反射してくる強さ、反射強度と言いますけどレーダーのそのシグナルです。 これをそのシミュレーションの中に作り出しました。ということはこの中にですねこの雨を作り出すような風であったり水蒸気分布とかあるいは今から出てくる雲雲はレーダーにとっては透き通ってしまって見えない要するに反射しないものですからこの雲が書けるというのはこのシミュレーションの中に雲が作られているからですね。でですのでこういうい雲 でさらに中を飛んでみたりとかいうこともできますでこれはちゃんとフライトシミュレーター使ってないので普通に飛べますけどもし真面目にフライトシミュレーター使うと、えー、どうなるんですかねあの激しい気象が中には待ってますし雷とかもいると思いますのであんまり楽しくはないかもしれないただまあ現実にやろうとは誰も思わないと思いますので、まあ、こういうことができるのがシミュレーションのメリットですでちなみにですねこれあの「利権チャンネル」という YouTube のチャンネルがあるんですが、えー、何千コンテンツぐらいある 中でナンバー9です。<laughs> これはですね。あの作った側としては非常に嬉しくてです。これなかなかそのシミュレーションのデータから3次元プロットを作るっていうのは手がかかるんですが、あのこれだけ見ていただけるとやった甲斐があったなと思います。えー、まあ、それは余談です。ですので、このように、えー、観測データと非常に似たものが作り出せる。これはデータ同化をして初めてこういうことができるということですね。 これまでのところをまとめますとビッグデータとそのビッグシミュレーションというのを組み合わせて時空間的に桁違いなビッグデータうかというのを新しくして今までの天気予報とは違うもの30秒ごとに新しい天気をが出てくるということを想像してみると今までと違うということが分かっていただけるかと思いますがそういうことをできそうだということを示しました。でこのデータ導火は今 気象の最先端の研究の一つをご紹介しましたけれどもこれ地球惑星科学連合のニュースレターに記事を載せていただいたんですがこのデータどうかの進展と広がりということでこれ誰でもアクセスしていただけますのでたった2ページの記事ですのでもしご興味があればここをアクセスしていただければと思いますがこういうことを述べました。いろんな分野に適用できると ということを基本的には言っているんですが、さらにですね、このデータどこかを勉強する、あるいは教育するという、まあ、データどこかを理解しようという過程でですね、このケースま,ずまずシミュレーションということを理解する、であと計測データというのを理解する、でデータどこかが直に扱うのは誤差という概念ですね。ですので、その計測データにも当然誤差はあると、で、シミュレーションにも誤差があると。で、その誤差を考えて、 そのの誤差を扱っていいくというのがデータ導ですですのでこれを勉強するとですねあの理学の中に共通する重要な発想アイディアを身につけないといけないということに気づくわけです。ですのでここで新しい科学リテラシー私はあの読み書きそろばんレベルで理学部に限ってですが。<laughs> 読み書きソロ版レベルでデータどうかを教育するメリットあるんじゃないかというふうに考えております。それであのこちら、えー、と MAX の教育プログラムのです、ね、この s スタディグループ1というところで坂城先生と与田先生と一緒にです、ね、このデータどうかの教育プログラムというのをやっておりましてこのデータどうか A というのを2016年の4月から始めて、え今年もやっております。で、今年はですね、さらにデータドーカ B というその続きにあたるものもやっていまして、読み書きソロ版をレベルをですね、さらに極めるところまであのデータドーカの教育というのに取り組んでいます。また理理研の中でもこのデータドーカの合宿ということで。 さまざまな分野の方ですね。で、これ今年の12月につい最近ですね、やったものですが、28名、去年は10人だったんですけれども、えー、約3倍に増えました。それで、えー、来ていただいた方々は地球惑星科学が半分ぐらいなんですが、他にも医学、バイオの他に、えー、とエンジニアリング、工学分野ですねの方にも、えー、参加、まあ半分ぐらいは参加していただいて、企業の方も結構多いです。 ということで、このデータ同化のリテラシーをですね広げていろんな分野に応用するということが始まっていますでデータ同化は先ほどご紹介したように数理統計力学系理論この辺りをベースとしてです、ね、気象分野主に天気予報が実応用分野として発展してきましたが今 さまざまな分野特に工学とか社会科学もですねあの交通の流れとか人の流れとかあるいはお金の流れ、まあ、こんなところにも、えー、適用できますし他にも、えー、生命科学生命科学の方はかなり、えー、と興味を持っていただいている方が多いですねであと脳神経科学の分野の研究も進んでいますであと手法なんかはその機械学習の最適化手法まあ機械学習も誤差を扱う。 データサイエンスですので、まあ、非常に近いところがあります。で私たちもリアルタイムの天気予報を始めておりますし同じようにそのサイバー空間でリアルタイム情報を作る要するにサイバー空間、まあ、仮想空間と現実世界のデータをこう融合するというところですのでいろいろな予測問題に生きるんですね。 でリアルタイムの情報というのは非常に価値がありますからそのちょっと先の未来あるいはもうちょっと先の未来なんかをそのシミュレーションと今得られているデータを組み合わせることで、えー、新たなです、ねえーまあ、あの社会的にも価値のある情報につながっていくということで、えー、このデータどうかこれがコア部分です。ですので気象に役立つデータどうかがおそらくその他の分野にも役立つと。 逆に他の分野で応用するとそれのためにデータどう化をちょっと発展させなきゃいけなかったりするわけですね。それが逆にまた気象にもフィードバックするというまあそれでこのデータどう化がこの数理科学と実験観測科学あとシミュレーション科学の融合であるということで理研の中でもですね 昨年度と今年度こういうその事業を進めてきましたそれであのこの合宿とかもそうですねその他に国際会合とかワークショップなんかをやってきましたワークショップにもいろんな分野の方がいらっしゃってエコシステムとかフルイドエンジニアリングあと火山学火山の予測とかもですねできるとあと感染症の予測とかエネルギー関係 ああと地下水流動なんかもありました、まあ、そういういろんな分野の方に興味を持ってであ,あと理研の中もそのいろんな研究が進んでますので今5つのプロジェクトがデータ同化関係で走っておりまして脳、えー、科学は先ほど言いましたが、えー、他にも、えー、この薄膜作成っていうのがありますでこれはあの定、えー、着させるんですねなんか金属をこう、えー、と熱で溶かして、えー、こう蒸発させて、えー、と薄膜を作る。その チェンバーの中がその実験するたびにちょっとずつ状態が変わるとでそれを予測するのは、まあ、シミュレーターがあるらしいですがあの難しいとで実際今の状態というのをデータどうかで、えー、推定しながら予測をするとそのシミュレーターがあー精度が上がって嬉しいということもあると聞いていますで他にもその水産関係とかですねマグロの回の遊とかですねいろいろ応用分野あります。 で私の研究室で取り組んでいるその例を2つほどご紹介して終わりにしたいと思います。1つはこの古古気気候候復元ですね気候というのはその昔の気候なんですけれどもとりあえずですね過去1,000年ぐらいを考える、まあ、なので何万年前とかは今は考えないで過去1,000年ぐらいを考えると、まあ、いろんなデータがあるんですね。 でデータどうかを使うことでそのシミュレーションと観測両方のメリットを生かした古気候の推定をしようという研究です。あでこれはあの今、えっと、この、えっと、岡崎君ってあのえって、と、ボスドクですね特別研究員が取り組んでいる研究です。でその古気候の過観測というのは、まあ、ここに書いてあるようなものがありまして、えー、まあ 樹木の年輪幅とかあるいはアイスコア3号の骨格とかですねそういうのを使うとでその中にあるこれですねなんかあの気候プロキシという量を見ますなので直接そのえっ、ー、と気温があるわけではなくて何か別の量として保存例えばこの 樹木の年輪幅もそうですし、あるいはサンゴの中にあるその同位体の量とかそういうものですね。それを扱うと。とですので、通常のその天気予報で使うデータどうかとはだいぶ様子が違うというのは事実ですね。で、観測期間はこんな風になっていて、アイスコアはまあ掘ると深くまで掘れればこういう桁がだいぶ大きい100万年近く遡ることができると。 で樹木の年輪だと5,000年ぐらいそういう古気候再現ができるだろうとでまずは1,000年ぐらいで考えたいということで、えっと、あその前にさらに短く150年ぐらいですねこれはこの即期観測もあるような期間で,、えっと、ですが、えー、検証するために即期観測ある期間を選んでいて今ここで使っているのがアイスコアとサンゴと 樹木セルロースの同位対比ですので酸素の同位対比を見ると温度と相関があるのでという話ですね。ですのでこれは全部シミュレーション実験ですから実際の子気候を再現したわけではないですがその手法検証のためですね。ですのでトゥルーが分かっているという状態の実験ですね。でこの疑問に答えると。 気候プロ棋士の動化によって気候復元ができるかあと観測ベースの復元手法これいわゆる従来手法ですね観測からなんか内装して作るみたいな手法これと比べてデータ動化をするメリットはあるかということをこの最もらしいというかいわゆるその気候変動予測とかに使われるような待機モデル東京大学を中心として開発されている未録というモデルです。これを使ってやると でこれがその結果ですけれども、えー、これあの同位対比ですね。でこれは、えー、地表の気温で過去150年ぐらいの時系列です。で同化してない場合はこの緑の線で何も予測ができないのである、まあ、気候平均的な値が出てきますですのでこの緑。で,こ,の黒が答えで,すでこっちはその黒を同化しているので。 緑が黒とほとんど一緒になっています。これは同化しているから当然です。これに合わせようとしています。で、こっちがその気温ですけれども、まあ、気温は実際同同化してない。要するに観測できない変数ですので、えー、合わないんですが、えー、まあ、これと比べたら劇的に合っているということは分かります。で、これを各地点でできますので、えー、各地点で見てみると気温と降水量。で、これえっ、ー、と相関係数ですね。 最後の30年ぐらいの相関係数で見ますとこの赤いところほど相関係数は高いだから先ほど言った同位対比を同化する、まあ、同位対比の観測だけでこれだけ復元できるということですただやっぱり観測があるところこの緑の点が観測ですけれども観測があるところほどよくある特に降水量はこのシェードがかかっているところが多いシェードがかかっているところは要するに あのシグニフィカントに改善したかわからないというところですから、えー、観測に近いところでより改善するただ気温はより広い範囲で改善するということでそれなりに気候プロキ士の同化つまりサンゴとかの同位対比だけでもう一つはこの観測ベース、まあ、従来手法ですね観測データだけを使った手法と比べてメリットがあるかと。 といいいうことについてはこの赤いほどメリットがある、まあ、差を見て、えー、良いということですけれども、まあ、全体的に赤いのでやっぱりデータ同化をした方が良さそうであるということが分かりますただ、まあ、この手法もまだまだ改善の余地ありますのでこうは古気候分野でですねまだまだそのデータ同化の研究というのがこれから進んでいっているというのが現状ですもう一つの例ですこれは荒、えー、木田さんが中心になってやってます シベリアでの,その動的植生モデルへの,、えーまああのどういうものかこれからあのご紹介します植生モデルですねですので、えーまあ、この今動いてるやつこれ木が生えてくるシミュレーションです。ですねでこの木,木が今こういうふうに書かれてますので枝の一本一本まではシミュレーションしてない。 木はあるなんか幅とか高さとかあと根っこの深さとかあと木の種類とかそのバイオマスの量とかですね、まあ、そういうものはシミュレーションするんですねですのでこの色は木の種類を言っていていろんな木の種類が生えてくるとで最初この赤いのが生えてきてそのうちこの赤いのは死ぬんですねそうすると緑のやつにだんだん変わってくるみたいなシミュレーションができますでこれにその人工衛星の データを使ってやると。で,人工衛星で何が見えるかとというとそのどれぐらい緑かということが見えるんですねでどれぐらい緑かということと見えると葉っぱの量がわかるんです。ですので、えー、葉っぱがですね、えっと、1平方メートルあたりに何平方メートル葉っぱがあるかっていうような量葉っぱがどれぐらい重なり合ってるかという量です。それが人工衛星から観測できると。でシミュレーションでもそれが出てきますからこのギャップをこう埋めてやるようなデータ動画をします。 でシミュレーションは、えー、今、えっと、1日ごとにこう作っていくんですねで観測データは人工衛星ですので時々しか来ない時々というのが4日に一度ですですので4日に一度真上を通りますで真上を通った時に 1km メッシュで、えー、葉っぱの量がわかるとで人工衛星を使うメリットは、えー、現地観測に行かなくても世界中どこでも見えるというのがメリットですただデメリットはどれぐらい確からしいかがよくわからんというのがデメリットです がまあ何も情報がないよりかは良いということでこういうことをやります。でここで使ったのは粒子フィルターという手法です。ま、ず手法の詳細は割愛します。はい、割愛します。それでえっとデータ同化をすると、えー、どれだけ嬉しいかということで、えー、これがあのデータ同化をしていない場合の結果ですけれども、三、えー、つ絵がありますが、えー、木と草、木草これが三つの意味です。 木と草は要するに木と草を足したものです。今このシベリアではどこでやったかは書いてなかったかシベリアのどっかです。シベリアでは木と草しかないですねですので草による緑さと木による緑さだけを考慮していると。でこれはシミュレーションの結果ですのでシミュレーションはたくさんやってその幅を見ているんですね誤差幅。 ですでここで示されているのは誤差幅ですでこの赤いのが実際の観測データですね衛星で観測したデータでちょっとずれてますあですので誤差幅ですねこれ灰、はい、色で示しているのはでデータどうかをするとこれがこうなります一つのメリットは、えーまあ、このシミュレーションされた木と草の,その誤差幅がずっと小さくなってこのデータを取り込むことですね で観測データをよよく再現するようになったとでもう一つはそのコントリビューションが木によるものと草によるものに分離できるこれは観測できません観測できるのはトータルな葉っぱの量だけですから観測のできないそれぞれの量というのが分かるこれはシミュレーションで物理的に辻褄の取れた要するにその観測データを再現するシミュレーションができているということですね。でそれれができるとこ,のこれあの 光合成の量だと思ったらいいですね。えー、推定してますのでこれがよく推定できるようになると。でこれはあの木が落ち始める日とかそういうのも、えー、モデルの中にありますのでこれが推定できると。まあ、これ、えー、っと何日目1年の時の何日目に木があの葉っぱが落ち始めるかという量ですがこれがまた、えー、っと推定できるで。あとさらにですね、えーっと これは生態系の人にとっては嬉しい量だと思うんですがどれだけ呼吸したかとかどれだけこう生産したか、まあ、CO2 を吸着してこう太らせたかと木の幹になったかとか、まあ、そういう量が分かるんですねこのバイオマスの量とかそうです。全く推定できてなかったのが同化することで推定できるようになるとでこれ一点だけの結果ですね。でこれをさらにいろんな地点に広げるっていうのは次のステップです。 これはあの最近の結果ですがこれだけの,そのシベリアの点に広げてみましたと。で観測データではこっちが見えていて同化した結果推定するとこうなると。でこれ葉っぱの量ですね。ですので0.5とか1って書いてあると1平方メートルあたり1平方メートルの葉っぱがあると。ですので赤いところは4平方メートル葉っぱがあると。でうまくできているように見えるとでこうすると。 バイオマスの量が推定できますでこれが、えー、と観測ベースで推定された最近の別の研究の結果ですねだから全然違う手法で推定した結果で左側はこのシミュレーターでシミュレーションした結果、えー、大きく見て、まあ、良さそうとで同じようにいろんなもの、まあ、RE というのはレスピレーションあの呼吸量ですね GPP というのはえっ、ー、と,、えー、となんだっけえっ、ー、とプロダクションです。 何とか何でしたっけ <laughs> はい。NE というのもそ,れそういう、えー、と量ですね。これカーボンの量です。で、えー、と今回のやり方でこのように推定できるということが分かったと。ですので、こういうです、ね、気象以外の木を一本一本シミュレーションするようなシミュレーションにも応用できると。で、えー、去年ですね、あの ちょうど去年の今頃ですがこのナショナルサイエンスリビューというところに強調論文ですこれ主にメリーランド大学の共同研究者が取り組んだ研究ですけれどもサステナビリティモデリングサステナビリティという論文ですね人口動態特に人口動態をちゃんと考慮しないとクライマットシミュレーション特に気候変動を予測するときにこの 双方向のフィードバックというのがかかるはずなので、これを考慮しなきゃいけない。まあこういうシミュレーションにもその、えー、データどうかを生かしてですね、人口の変動とあとこれからこの人類がですね、この地球あ環境の中でどういうふうにこう生きていくべきかというような問題にも生かせるんじゃないかと。 いうふうに考えます。で、このこれはあの日本語にもしてこのプレスリリースに出しておりますので、もしあの興味のある方はこの英語の論文はちょっと,、えー、とたくさん書いてありますが、まあ要点をかいつまんで日本語にもしましたので、えー、ご覧になっていただければと思います。で最後これまとめですが、えー、まあ最初今日あのゲリラ豪雨予測でデータどうかの。 具体的な応用例という研究の例というのを紹介しましたその後で古気候分野とあと先ほど紹介したシベリアの,その木が生えてくるとかそういうシミュレーションでのデータどうかの応用ということも紹介しましたさらにいろいろな分野でこの数理的なアプローチですね応用できると思いますので今後もそういう方向で新たなサイエンスというのを生み出していけたらと思って研究 また、そのマックスでの教育に取り組んでおります。私からは以上です。どうもご清聴ありがとうございます。